いつらは誰だ。なぜ私を起こせようとしている。いや、私はまだ準備ができてない。怖い。あいつらのメスを見ると私、化け物のように比類のように扱いされると分かった。いや、私は化け物なんかじゃない。こんな目で私を見ないでくれ。このようなみんなは、こんな目で私を見てるのですか。私は何のために存在しているのだ。もしかして、私の存在は何の意味もないのでは。なのに、なんで私を起こそうとしているの。このままずっと眠させてくれればいいのに。ああ、疲れた。誰にも邪魔されたくないの。ハンター司令官として、あなたは今十分に成熟していません。私はあなたにパートナーを推薦します。そうです。彼女の名前はミアです。なぜ、あなたは動揺していますか？お前、残りについてはあまり言いませんが、将来は仲良くなって一緒に進行していきます。どうも、私はミア。おい人間、訓練の時間だ。さっさとトレーニング始まるよ。いいからいいから、アギリア教官は待ってる。先に行くよ。今日また遅刻。いいから、今日も実戦陣形の役割また覚えているミア。はい。陣形は前方部隊と後方部隊はもちろん。よく説明を。まずミアは手本を見せるから。
よくやりました。しかしこんな手もっと強くなるため、必要となる素材を使えば肉体の装備の強化ができる。ミア、手を。はい。敵の居場所を教えてくれ。確かに体が微妙に変化。強化し続け。さて、今回はもっと手こだいがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。どうやら戦、しかしこの前ではスクールはここまで。うん、ミア。はい。こんな細胞人間の形式はもう古い。惜しい？こんな古い形式いいだろう。好きにせよ。正直私たちもこんな面倒なことをやりたくないし。私の出番。はは、私の出番だね。私はどうしたの？あなたたちは。私を襲ったのはあなた。もちろんです。私はシルティ、よろしくね。私は魔法使いだ。技を強化してくれれば敵の防御力だって減らしてやれるよ。気づいたよね。今私たちの攻撃は敵の前方、時には敵の前方部隊。スターライアンスは私たちのために3つの陣地を作ってくれた。戦況によって選ぶのだ。超遠距離型スナイパーライフルは敵後方部隊を狙撃できます。敵の居場所を教えて。スナイパーライフルは装備すれば戦闘中に、こうやって敵の後方部隊を直撃できたよね。早速実践してみましょう。よくやりました、ミア。探知眼、素材の集め以外には戦闘中の戦利品の収集もやるの。それらを活用。我々反射。さて、実戦訓練を続けようか。治療タイプの募集で簡単に仲間を増やすことができる。そういえば、この前ちょうどチームを探している治癒タイプの細胞人形を見かけたよ。
フィオナです。治療上手。先に声をかけてやったのは私みたいな治療タイプの。本当に逆に。では私の出自を忘れないでね。傷を治してあげるよ。前方部隊と後方部隊を同時に打ち倒したければ、陣機の中の日本刀を使うのよ。集中したいので、実戦訓練を始めるよ。戦場は。さて、今回はもっと手こだいがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。準備万端のようだね。今回のテスト、ミア。はい。戦場は私が切り開く。印象とパクレア？久しぶり。パクレアか。あの時の浄化したさ。やるじゃない。では始めようか。ミア、今だ。了解。やるじゃないか。
私たちの負けだよ。勘違いかどうかは分かった。あなた以外のメンバー、仲間がそばにいなければ、あなたたち、ジョーカスカさんの言うと、最後、は、さて、次からはあなたたち自分自体が一人前のギルドハンターを目指していきましょう。プレゼント？どうやら誰かさんが物事を分かってきたのようだね。敵の居場所を教えてくれ。あらら、あんたさ、変態、ド変態。いいぞ、初めての任務だが成功。はいはい。気づいたのか。そうよね、なんだか近づきにくい。何を待ってるの。戦闘中の彼女のメモリのかけらを集めて再構成すれば、きっとミアの記憶の一部を取り戻せる。ミアみたいな安心なら、記憶を取り戻したら。敵の居場所